はい、どうも、サークル9のドラマー北林です。今回はこのスネア、DW のコレクターズメイプル、これを紹介します。このスネア、なぜ、手に入れたかというと、僕の大好きなドラマーザ・ローリングストーンズのチャーリー・ワッツ、彼がこれと、同じメーカーのスネアを使っているので、それで手に入れて使っています。サイズは14インチ×深さが6インチと少し深めのスネアになっています。銅はメイプル10プライ6プライのメイプルのレインフォースメントがついていて、とても厚い銅になっています。それにこのフープ、 DW の特殊な折り曲げ方をしてあるプレスフープ、そしてこのテンションロッドも DW 独特のネジの溝が細かいものとなっていて、チューニングの微調整やチューニングの狂いを止めてくれるというものになっています。そして先ほど言った通り、チャーリー・ワッツを真似て、ゴールドパーツのものを買ってみました。そしてもう一つ特徴として、このスネアスイッチ、こちらがマグスローオフというもので、マグネットがついていて、このスイッチの落下防止や演奏中のスムーズな切り替えができるように磁石でくっつくようになっています。ということで、今回はこの DW スネアコレクターズメイプルの紹介でした。では最後に音を聞いていってください。